2月も終わるとある日の夜関東のサッカースタジアムに現れたのは国宝級イケメンと呼ばれる神尾風玉フージュだ写真あり闇夜に精悍な顔つきが光る神尾強風が吹いてかなり寒く神尾を含む団体以外に人影はないそしてスタッフらしき人物の掛け声とともにロングコートに身を包んだキリッとした精悍な顔つきの神尾が動き始めた ロケ撮影が行われていたのが、2025年公開予定の映画の撮影です。まだ情報解禁になっていませんが、大物女優との共演が目玉です。神尾さんにとって、事務所退所後の初の映画なので、気合が入っています。制作関係者、神尾は2023年12月31日をもって、吉岡里帆などが所属する芸能事務所、A チームから独立。 現在は、名前などは未公表だが、新事務所に所属しているという。A チームの元社長が立ち上げた事務所だと聞いています。4月から本格指導するそうです。神代さんと同じタイミングで、松本まりかさんも事務所を退所しました。幹部同士の対立が一因と聞いています。同じ事務所に所属していた吉岡里穂さんは、大手事務所に遺跡を模索中だそうです。どう前 ある芸能記者は、神尾は、今が一番乗っていて、幸せな時、だと語る。要因は、事務所を辞めたことが一番でしょう。あとは、2023年10月期のドラマ、一番好きな花、富士テレビ系、のヒットが大きかった。新ドラマや映画の話がどんどん入ってくるタイミングでの独立もラッキーでした。現在、神尾さんの仕事は、4月からのドラマ、 クルリー誰が私と恋をした ?TBS 系やサスティーナ、こんなとこにも SDGs、富士テレビ系などバラエティのレギュラーに NTT ドコモやボートレース、鈴木などの CM が5本。これはタレントなら誰もが憧れる売れっ子の仕事量です。このうちボートレースの CM やサスティーナなどはそのまま前の事務所から引き継ぎました。 前の事務所が取ってきた仕事を引き継ぐということは、喧嘩別れではなかったのでしょう。新天地で上り調子の髪を。この勢いで進化し続けるに違いない。